ペンとは、硬筆の筆記具のうち、インクによって書くものの総称である。例えば、サインペン、フェルトペン、ボールペンなど、ペンと付くものの他に、万年筆などもペンにあたる。もともとは、羽ペンのような、付けペン形式で、先端にインクを適宜付け、毛管現象などでインクを保持させつつ書く、形態であった。近代以降、ペンに、 インクが内蔵された形態が発達した。ペンで線を引いているところ。ペンを持ち文書の内容を確認しているところ。羽ペンを持つ人人がいつ頃から指で砂や土に線を描いていたのか、指や棒に顔料をつけ岸壁などに線を描いていたのか正確なことはわかっていない。ただ、スコー洞窟の壁画など、太古の洞窟壁画には、人の手形。 木の棒に赤土などをつけて描いた線や絵画などが残されている。棒薬器を利用しそれを細く削ることで指先に顔料をつけて描くのと比べて細い線を描くこともできる。ペンの最も単純な形態は棒薬器の先に顔料をつけこれを擦りつけ線を描くことだとも言えよう。シュメール人によって古代メソポタミア時代3000年にもわたって 設計文字で様々な記録がされたわけだが、それは粘土板が湿って柔らかいうちに木の棒でくさび型の印を複数つけて文字としたもので現代では設計文字と呼ばれる。文字は粘土のへこみで表現され、インクは用いなかった。パピルスに文字を書くには古代エジプトでは足の茎をペンとして使った。茎を斜めに切り、尖らせることで細い線も描けた。 古代、ギリシアやローマでもパピルスを用いたのだが、ギリシアやローマでは、足のペン以外にも制動性のペンも用いた。なお古代ローマでは、粘土板画も用いられていた。ローマ軍が、ガリアやブリタニアに遠征した時に、小さな四角い木枠に粘土を入れた、粘土板に、尖った、硬い筆記具で、ラテン語で、本拠地のローマへ、 通信文を書くのに用いたものが近年でも発掘されている。タルムードの時代、ユダヤ人たちは、足の茎のペンを用いた。この時代のインクは、オリーブオイルの明かりで器を炙ってできたスースを、オリーブオイルとは、緻密とも触手に混ぜて用いた。中世ヨーロッパでは、用紙紙に文字を書き、修道院などでは、手書きの筆者による、写本作りを行っていた。 ペンはガチョウなどの羽ペンを用い、インクは砕いた、も色紙を水で溶いたものとアラビアゴムの混合物を、ススや鉄縁で着色した、も色紙インクを使った。1809年に、イギリスのフレデリック・バーソロミュー・フォルシュによって万年筆の特許が取得されるなど、近代になって、インクをペン内部に蓄え、ペン先にインクを供給する構造が発明された。今日利用される。 ペンの多くはインクをタンクもしくはカートリッジにより軸内に溜めた形態となっている。こうしたタイプのペンのインクの供給方法には、毛細管現象を利用するものと重力により自然とペン先にインクが集まるようにしたものが見られ、こと万年筆ではその両方を利用している。ボールペンではややその事情が異なり、先端部で自由に回転する。 小さなボールにインクを付着させ、ボールを転がしながら、対象にこすりつける形で線を描くものだが、19世紀末に、原理は発案されながら、インクの粘性など実用に至るのは1930から1940年代である。弱点はペン先のボールと対象の間に、十分な摩擦力がないと、ボールが回転せず、線を描くことができない点で、あるいは、ある程度は、 重力でインクが硬化しないとペン先のボールにインクが行き渡らないため一般のボールペンは万年筆同様逆さに使用したり無重力環境では利用できないそのような環境で利用できるようにガスでインクを加圧したスペースペンも作られているただ漫画を描く人こだわりのある芸術家などでは今もつけペンやガラスペンなどを用いる場合がありこういう人は ペンをインクツボにつけては線を描いたり文字を書くということを今も盛んに行っている。近代的なペンでは高級品では軸が増下性、琥珀性、貴金属性などもある。合成樹脂性の登場によって安価になり形状も多様化し使い捨てのものも増えた。貿易における商材として関税の扱いは国により幅がある。現在では 多種多様な製品が流通しており、特定の作業に特化したもの、特殊な機能を追加したものなどもある。ペン先やペン構造に、工夫の凝らされた、ペン、軸に、ゴム製の部品を組み合わせ、滑りにくくし、グリップ性能を高めたものや、軸素材に、抗菌素材を利用して、衛生をアピールする製品もある。インク、顔料、塗料に、特殊な工夫を凝らしたペンがある。 ペンでは一般に書いたものが長年月消えず文書が長期保存できることが求められそれが評価されているものは多い。油性ボールペンなどは長年月でも退職しないことで保存文書に適した筆記具として公的な書類で使用することが認められている。だが最近ではそうした常識の外にビジネスチャンスを見出し あえて書いたものが簡単に消せるインクを用いていることをアピールポイントにしたペンも登場した。あるいは一方で、密朗ペン、食図筆ペンなど資格を補うユニバーサルな製品の開発も進み、他方でペンに代わる筆記形態へと進んでいる。ペンに強いこだわりを持つ人、ペンのマニアと呼べるような人もいる。文房具売り場に並ぶ様々なペン類。ペンは言葉。 文章、文章を書くことを比喩的指す場合もある。ペンは、剣よりも強しは、言葉の力は、武力、暴力よりも強い、といった意味である。また、ペンネーム、ペンパルなどもその類いである。また、ペンのように細長いものをペンに例える例も見られ、ペンではないのに名称に、ペンとつく事例がいくつもある。例えば、 アナフィラキシーショックの治療に使用することのあるエピペン、糖尿病治療に使用することのあるインスリン事故注射キットの商品名の一部、電気機器への入力に使うデジタルペン、やる気ペンが挙げられ、裁縫に用いるチャコペンなどはチョークを芯にした鉛筆である。ありがとうございます。